皆さんこんにちは、トローストのりこです。今日はこの動画をご覧いただきありがとうございます。今回は私がセットアップフレーズで使っている自分自身を受け入れるという言葉についてお話ししたいと思います。自分自身を受け入れるという言葉にしっくり感じない方は案外多くて、特に音楽家の方やダンサーの方など減点法で指導されてきた方は自分の欠点とか自分の問題点を見つけるのがとっても上手なので、そういう方はもう本当に、こんなに欠点があってこんなにまだ直さなきゃならないところがあるのに今の自分認めちゃったらもう前進できないよ、だからこの言葉は使えない、しっくりこないですっていう方が、とても多いです。で、私自身もそういうタイプだったので分かる気がします。だけど自分自身を受け入れるってことはもう成長しなくていいよっていうことではなくて、そのもっと成長したいって思ってる自分自身も、受け入れる、その自分自身全部を把握する、そして受け入れるということなんですね。本当に親友に寄り添うような感じに自分にも寄り添って自分を受け止めるという感覚です。で、アメリカの心理学者にカウンセリングの神様って呼ばれたカール・ロジャースさんっていう方がいらっしゃって、彼がおっしゃったのは、人はその人自身が自分自身を受け入れて初めて変化が起きるっておっしゃったんですね。これ私がカウンセリングの勉強を始めて、一番最初に習ったことなんですけれど、本当にそうだなって、本当にそうなんだなって思っています。だけど私は YouTube の中で大体のこのセットアップフレーズにその自分自身を受け入れますっていう言葉を使っているんですけれど、もしもしっくりこなかったらそれでいいんです。大事なことは皆さんが自分の気持ちに正直でいることです。はい、例えば、私はこんな問題を持っているけれど、この嫌な気持ちを手放したいとか、私はこんなストレスがあるけれどきっと私は大丈夫だろうとか、こんな自分自身をいつか受け入れられたらいいなとか、本当にそのままの気持ちでいいんです。自分自身に対してそんなに向き合いたくないっていう時はその問題に対して、ああこの問題早く解決すればいいなって解決した時の自分をこう想像するとか、それでいいんです。だからそんなに無理やりそう思わされてるみたいで嫌だなってどうか感じないでください。例えばセッションの時などは本当にクライアントさんの言葉だけで進めていくので、私のこの VTR を見てちょっと家で練習したいなっていう時は本当にそこの自分自身を受け入れるという言葉は抜きにして、私は今こんなストレスがあるけれどきっと大丈夫だろう、私はこの嫌な感情を手放せるだろうっていう風な、セットアップフレーズを作っていただけたらいいなと思います。大事なことは、私たちが自分の気持ちに正直に向き合うことと、親友に寄り添うように自分の気持ちに寄り添って、タッピングしていくと心がスーッと軽くなるので、ぜひそうやってトライしてみてください。